週間で100キロってのはすごいですよね。僕らでは1キロぐらい増えたことにはなりますけど。まあちょっとお腹に脂肪がついてきましたよ ね。ここにつくんですよね、猫ちゃんは。まだいいです、増えても。まだ大丈夫、まだ大丈夫。ちょっとタプタプしてきたね。タプタプしてきたよ。待って。はい、顔見して。この辺も赤いんですよ、今。本当だ。ここら辺。奥まで。でもだいぶ綺麗になりましたね。はい。最初こっちの方がいい。OK。まあ何よりもさ、食べるのが増えてきたってのが嬉しいですよね。はい、夜かもっと食べますね、朝より。夜やったご飯をってことですよね、はい。じゃあまた今からね、お腹触る調子にしながら、ちょっと調子、ちょっとだけさ、一時期散歩連れてって。なんでもうブロックしたるから。あ、見えてるの？あ、だからか。じゃあいいよ、散歩行ってもらっていいよ。おしっこしてるの？はい、じゃあ点滴使用しますね。点滴はもうしばらく。そうね、まだ食べしといた方がいいですよね。なぜかというと、これするとやっぱり、まあ、抗戦勝者もそうだけど、血流が良くなるってくれるんで、そうするといろんな薬飲んでるじゃないですか、まあ、注射も打つけど、そうすると血流が良くなればよく回るし、それからやっぱり各内臓臓器の働きも良くなるでしょうから。違うよ。170だから全部プラス。アトピカがなくなったんですけど、アトピカもね、ちょっと高いけど続けていただけると嬉しいですね。ステロイドは今2週間単位で下げてってるんで、先週から下げてますよね。そうで、今週は、まあ、もう1週間同じようで、はい、アトピカはじゃあ1本出してきますから同じで。アトピカも毎日、アトピカも毎日、毎日、はい。本当にもう普通に何にも栄養補助しないでね、食べてくれるようになったら、うん、あのアトピカも2日に1回にしたい。もう少しですね。そう、もうちょいなんですけどね。今度吸入しますよ。吸入酸素しますよ。割と治療ってさ、血の巡りを良くしてやるようなことが結構自由になりますね。まあ、その循環が良くなる、そういうことで循環を良くして、白内臓臓器に血液が十分とか酸素もたくさん送られて機能が高まると。だけどこの子は通常の治療だけでは良くなってくれないんで、それにちょっと今2日に1回ステロイドを飲んでいただいたり、からアトピカっていうのはスピロスポリンという
免疫抑制剤、はいはい、でも割と副作用が少ないんですよね、うん、この子飲み始めても吐いたりとかなかったですもんね。出る子は飲み始めがちょっと吐いたりする子がいるんですけど、で要はステロイドとそのシクロスポリン免疫抑制剤をかぶせるってどういうことかっていうと、ステロイドを下げていきたいんですよ。ステロイド下げていずれはやめたいんですよ、はいはいはい、でやめた後に免疫をなんかちょっと抑制するものとしてシクロスポリンリージしたいんですよね。だからステロイドやプレドニトロンはやっぱり やめたい、いずれは。ただ結構長く使ってるから急激にはやめれないんで、はい、まあ2週間に 25% くらいずつ下げていくと。まだまだかかりますね。まだまだかかりますね。まあでもさ、自力で食べるのが増えてきたってことは気分がいいんですよね。で、栄養補助は栄養補助で割とスッと食べてくれるわけですか。そうです。今もう前回前やってたの半分ぐらいしか、ね、とお薬分ぐらいですね。あ、なるほどね。そう、薬やるにはかえってご飯あった方がいいですよね。あ、そうなんですよ。薬だけやろうと思うと泡吹いちゃうね。せっかくのお薬が吸収されない気がして。ご飯に混ぜた方が出さないから。そういう子多いですね。それだけやっちゃうと本当に猫ちゃんよだれだらけになって、そうなんですね、結局出てちゃうっていうケースが。そうじゃない子も中にはいるんだけど、アトピカが泡と一緒に出てきちゃう。ね、そうですよね。高いお薬が。シクロスポリンって人間が腎臓移植するじゃないですか。はい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 。でその時に免疫反応が起こらないように前もって使う薬はシクロスポリンなんですよね。それの注射のやつ。それの猫用ってことですか。そうなんです。ワンちゃん用と猫ちゃん用が今あるんですよ。やっぱり内服なんですね。そう。でもそれ以前はね、人用のやつを使ってたんですよ。人用ってのは高いもんね、シクロスポリン。大きさが違うから全然違いますよね。そうそう、何十キロと何キロですもんね。そうなんですよ。これお腹に当てて、はい、真ん中に外さなくていいから、だからお腹に当ててください。はい、はい、口開けるか口なく。ちょっとお口の治療しますよ。お家でもこんな感じですよ。先生ペーストを舐めちゃうんです。舐めようとしてブラッシングまでいかないですから、ね、ブラッシングは口開けた時に奥はできるんですけど、舐めながら一応やってます。やってると男の子がやってきてこれを舐めようとするんですよ。そうなんだ。自分もちょうだいそうそう、先にその子やるんですけど、もっとちょうだいって、もっとちょうだいって話したのも口の周りを舐めようとするんです。そうか、幸せな空母がいるわけね。ね、取られちゃったね。
今日があのプレドニゾンを飲む日ですね。そうです、はい、まだありますよね。今日の分までもらってます。はい、わ、はい、かりました。じゃあいいですね。はい、じゃあこれで、はい、また1枚出してきますね、はい、じゃあ